今一応色違いではあるね。コタック育てるんですか。いや、てかコタックは進化させないから可愛いのも知ってんだよね。コタック思ったよりふさふさなんやな。ふさふさやし鼻ツルツルやね。コタックはね、このままにしようと思う。自由にさせよう。ちょいちょい連れ歩くわ、これで。あまりにも頼りないよ、この姿。配信外で、ちょっとやってたら、ふーっと歩いてたら、右に水色のやつが見えて、え?みたいに二度見ぐらいして、なんか顔色悪いコタックいね、みたいな。とりあえずね、口開けながら A ボタン押してずっとアニメ見てた、昨日。結果お金がとんでもないことになった。口開けながら A ボタンずっと連打してた。オッケー。はい。強っ。強っ。なんだこいつ。結局伝説ポケモンが最強か。いや、じゃああれだったんだな、やっぱり。昔のウルタさんが、ワン、リアルガンの時の方向は強いって言いながら、適当に打ってたのって合ってたんだな、あれ。ってなるとリアルガンとか悪いってねえかな、そこら辺。当てれば勝ち。当てろ。頼む。技出せ。オッケー。はい。いい、ワンパーン、ナイスー。いや、でも、未来ドンならワンチャン貫通できんじゃねこれ。特防4段階下がってるぞ、これ。あ、オッケー、よかった。あぶねー。はい、ナイスー。いや、未来ドン強いな、マジで。やっぱ伝説なんだよね。あ、来た。テラリゾバトルたくさん戦ってくれてありがとうございます。テラリの結晶は、黒い結晶に変化しているそうです。いいですか、マップアプリで場所を確認できたとしても、黒い結晶や消えなので絶対に挑まないでくださいよ。わかりました。どれ。なんかめっちゃバチバチしてる。モロバレル、めっちゃ良くない。モロバレル欲しいけど、ダルスとめちゃめちゃ遅延してきそう。これか。なんかもう、すごいことになってない。おー、来た。最強リザードン。お前が最強か。早っ。ってか、名前が最強リザードなんだ。あ、みんなが最強だからリザードって言ってるわけじゃなくて、最強リザードなんだ。はい。強すぎ。強。最強とは?ちょっとボール何しようかな。なんか初代ポケモンちょっとモンスターボールで捕まえたい感あるな。なんかリザードンはモンスターボールって感じする。6V なんだ。6V100 レベル?強強すぎ。もういきなり使えるじゃん。小学生が考えたみたいな強さしてる。確かに名前も小学生みたいな感じだったしな。防塵ゴーグル、粉系完全無効アイテム。じゃあもうあれや、キノガスさもろばれるように防塵ゴーグル持たせるといいみたいな感じ。あ、ここ売ってないんだ。パパくんところで売ってんだ。なんかいいな、パパくんところしか売ってないの。いいな、なんかちょっと世界観あっていい。なんかそういうの持ってほしいわ。メンタルハーブ買っとくか。結構なくない?それはそれとして。発光シティ?ここじゃないの?発光シティってここ?水んとこやん。防塵の下りは?砂漠のところへの下りは?ゴーグルだけよ、普通の。水だから、ゴーグルで水防ごうやし。いや、ここ電気やったわ。もう何でもねえわ、じゃあ。電気やったわ、このジム。もう何でもないです。世界観もクソもないです、ここ。上に何?採掘場があったってこと?ああ、それ用だわ、じゃあ。そらそれ用ですわ。それ用なんですよ。わかりますかね?ウルカさん、ジニアです。今さっき黒い結晶のテラスタル反応がなくなったんですが、もしかして何か知ってますか?勝ちました!1問もらったお金。これ大丈夫?ちゃんと正規のお金?なんかジニア先生いいな。あれみたい。教育実習生みたい。いや、でも今回の配信で結構揃ったから、まぁちょっと配信外でもちょろちょろ回して、バトルとかもやりたいし、まぁ食い物着たいし、色違いも探したいし、無限か。ちなみにね、色違いを探してたわけじゃない。たまたま色違いがいた。探して探そうとしてなくて、なんか横にいたんだよね、変なコダックが。カイナの色違いあげたのにあげちゃったか。まぁいらないけどね、そんなん。いらないけどね。全然いらないけどな。てか、まぁ欲しいんだったらパルキアの色違いあげたんだけどな。くだらんと思って逃がしちゃった。欲しかった、もしかして。パルキーの色違い。3色だったんだけど、くだらんと思って逃がしたわ。コダックの色違い、自慢しよう。どう、うちのコダック。なんかもうちょい強、なんかどうにかな、お前。強くならんか。無理か。ポケモンバトルで無双とかできん?無理そうな顔してるな、だいぶ。もうこいつは進化させないよ。一生このまま。レベルだけ上げる。あ、そういえば、鉄のカイナのさ、あれ何だったの?そういえば。色違い。そういえば。
色違いは青いとこが銀色になる。え、じゃあこのさ、頭の青いとこが銀色になるだけってこと？塗装が剥げるって話？ダンダダダンダンダン、雷パンチ。え、強ちょっと待って、強くない？バグってないこいつ。まずは腹太鼓かな。ダッタダダッタッタ、ってか腹太鼓とかいう技強くない？これな、おかしくない？ドリーンパンチ強強いし、これめっちゃ回復すんじゃね、これやばちょっと待って、やばいってこいつ、やってることむちゃくちゃですやん。ダッタダダッタッタッ、ドリーンパンチちょっと待って、マジで強い壊れてるこいつ。誰？お前は誰だ？見てもわかんないんだけど、誰だ誰だお前は。ていうなんか背中の宝石でかすぎないこれ、ちょっと待ってでっか、これ体力全開？わお。え、これさ、でもドレインパンチがあるおかげで腹太鼓もう一回打てるやん、これ。もう硬いから死ぬ心配もないし、これ。今すでに449ってなんだこれ、体力。これ、あれか。こないださ、キュンイリーでやった時にさ、トリックルーム打ってきたの、こういうことか。鉄のカイナの素早さ一番上にして、ドレインパンチで、もう無限に倒すってやつか。これやろうとしてたんか。なるほどね。素早さをトリックルームでどうにかしよう作戦か、あれ。うわ、おもろ、ポケモン。理解してくるとおもろいな。ポケモン、子供から大人まで楽しめる。神ゲーじゃないもん、しかしこれ。わかる、背中うまそう。リンゴ汁ポケモン。背中の甘い蜜を舐め取りにやってくるグルトンにベトベトの蜜を吐きかけ、退ける。リンゴさんって何これ？リンゴのさんってことか。リンゴさん、名前かわいい割には、結構エグそう。中堅の中の中堅って感じ。中の中の中ぐらい。真ん中の真ん中の真ん中か。一旦、腹太鼓か。タッタタタッタッタ、雷パンチ効果あり、等倍、はい強すぎマジで、ペシン一撃生えた時や